ウイグル人女性弾圧、中国流民主主義とはこれ。BBC 報道に始まり、中国の新疆ウイグル自治区人権弾圧は世界の非難の対象になっている。最近も中国はイスラム教徒のカザフ人女性を裸にして侮辱。刑務所内では常に女性たちの悲鳴が響いていたとの報道があった。この事実を知りながら何もできないとしたら、近代民主主義も人道主義もあったものではない。日本の政治家と国民も民主主義を掲げるのなら立ち上がる時だ。超党派の日本ウイグル国会議員連盟会長の古屋圭司元国家公安委員長、自民党、や野党系有志の人権外交推進に向けた超党派議連の発起人代表。中川正治元文部科学総、立憲民主党、らは30日、国会内で会合を開いた。中国新疆ウイグル自治区のウイグル人などへの人権侵害行為を非難する。国会決議の早期採択を目指す方針で一致した。会合ではウイグルや内モンゴル、チベット自治区の諸民族や香港の人々をめぐる人権侵害の即時停止を求め、救済のための法整備を国会が行うとした決議文の原案も確認した。超党派で、海外での深刻な人権侵害行為に制裁を科すための日本版マグニツキー法の制定に向けた動きも進む。各団体の幹部はそれぞれの議連や党内などで文案を調整し、議連などに参加していない公明党などにも理解を呼びかける。菅義偉首相が4月初旬に予定するバイデン米大統領との首脳会談を前に決議し、政府の人権外交を後押ししたい考えだ。会合後、古屋氏は記者団の取材に応じ、できるだけ早く、首相の訪米も見極めながらやる。丁寧な各党への対応も同時並行でやっていくと語った。中国の少数民族の人権抑圧については、アラスカ州で開かれた米中外交トップの会談でも米側が提起し、中国側が激しく反発した。米国は自分らの民主主義を押し付けるな。中国には中国流の民主主義があると一歩も引かない。ブリンケン氏はこうした経緯を念頭に、一部の国は、自国内に問題を抱えている国が他国を批判する資格はないと言うだろうが、我々は不平等や人種差別の問題を隠さず、透明性を持って取り組んでいる。これが民主主義と専制の違いだときっぱり述べた。日本もおかしいと思う。与党にまで中国の影響が及んでいるから曖昧な状態と言っていい。日本のリベラルも、ウイグル問題に目を向けて、徒党と寝党を認定したりする。日本のリベラルには、中国を批判したくない特別な理由があるようだ。米国のリベラルは人権抑圧に声を上げて非難しているぞ。お聞きいただき感謝申し上げます。